まあ、なんとかその竹内とも決めたいというような組み立てだったかなという感じのレースだったんですよ。いいのがすごいスピードだったんで、いいのも本当にもう一つ肩が前に出れば決め込んで、そこで行かれるともう危ないっていうのが、いやもう優作も本当頑張ってくれてたんで、桐山もかなり踏んだんでよくできたと思います。本当に強引にでも前に行ってくれてる分、あそこは、まあ、展開上踏まざるを得ないかなっていう感じもします。そうですね、あのホームでよく行ってくれたと思います。余裕はすごくあったんです。そうですね、感じ良かったんで、余裕はありましたね。まさに桐山さん、内藤さんがこう当たってくるかどうかなっていうところも、そうですね、まあ、警戒してました、ちょっとまあ初日が、タイムだけ見るともうそうですね、すごいタイムだったんで、すごい気持ちよく走れてる感じはいいと思います。あとはちょっともう一回準決で形で連携、頑張りたいですね。今回も次のレースでなんか頑張って、そうですね、昨日やっぱりいいスピード出てるなっていうのはやっぱあったんですか。13秒フラットみたいな。そうですね、4コーナー回ってもうすぐゴールが来てたんで、相当タイムいいなと思ってました。じゃ今度は逆にやるというか、機会がある形で、いやもう本当にもうタイミングだけだと思うんで、タイミング逃さない、まあ、前でも後ろでも、走りたいと思います。しっかり連結、頑張ります。よっしゃ。